さんこんにちは、エルカチャンネルのショーです。今回の動画なんですけど、今結構流行っているものがあるんですね。それがこちら、じゃがりこと裂けるチーズ、知ってますか？これを合わせて作ったじゃがありっこ、今めちゃくちゃ流行っているらしいので、ちょっと作ってみようかと思います。リュウジさんっていう料理のお兄さんがツイッターの方にあげたやつがバズりまして、今みんな作ってるみたいです。ということで僕も今からちょっと作ってみようかなと思います。作り方は簡単です。こちらの中にこの裂けるチーズを裂いて入れていきます。はい、でこれにですね、熱湯を 150cc 注いでいきます。はい、ちょっと危ない、お湯が沸いたので入れていきます。そしてあとここにしまったですね、お湯を入れる前に塩を入れるの忘れましたね。まあいっか。でこれで蓋をして数分待ちます。なんかどうなのこんな感じだけどいいの？ちょっと混ぜていきたいと思います。フォークで、そもそもアルゴって何で結構いろんな YouTuber の方々もされてたのをちょっと見たんですけど、なんだろう、すっごい、なんだろう、パン生地みたいな、なんか最後丸まってましたけどね。でまあ使われてたのがみんなチーズ味かな、あれの方がのやっぱ伸びるみたいで、まあ僕は間違って普通にサラダ味を買ってきたんですけど、まあこれでもできないことはないみたいです。はい、こんな感じでいいんですかね。ちょっと裂けるチーズも入ってるからこうやって伸びる感じで、結構なんかどうなんでしょうか。匂いはまあじゃがりこの匂いが強いんで美味しそうな匂いはするんですけど、まあ食べてみましょうかね。じゃがありご、はい、こんな感じです。これは
成功したのかどうかさえちょっと分かりません。いただきます。あ、おいしい。あ、これはいけますよ。あ、おいしい。うん。あ、これ成功じゃないですかね。まあ、アリゴ自体食べたことないから、わかんないですけど。他の味もちょっと気になりますよね。これ美味しかったから。はい、ということで今回の動画はじゃがアリゴを作って食べてみたってやつでした。水溜りボンドさんとか、あとは竹焼翔さんかな、まあそれ以外の方々もいっぱいちょっと作られてたんですけど、まあ本人のリュウジさんがまた別のレシピ的な感じで、さらにまたちょっと改良したやつとかもう YouTube の方でも上げられてるみたいなので、機会があれば見てみるといいかもしれませんね。それでは今回の動画はここまでです。俺にかかってこい。